向かったのは鹿児島市小山田町のアグリタウン小山田。こちらで小松菜を育てる有村さんを訪ねました。美味しい小松菜を作るためのこだわりってどんなところですか？アジアギャップというのを承認いただきまして、種まきから出荷までをしっかりと工程管理をしっかりするということで、それが大変ですね。しっかり管理してやっていく、はい、管理作業がですね、はい、小松菜の特徴ってどんなところですかね？ほうれん草に負けないぐらいの栄養があって、炒めてもいいし生でも食べられますし、そういう料理には向いてる野菜じゃないかなと思いますけど、この後秋から冬にかけて温度が下がって霜が降りるぐらいになってくると甘みも増してきますので、いいんじゃないかなと思いますけど。これから旬を迎える小松菜、美味しい小松菜の見分け方を教えてもらいました。いいですね。葉の色目はグリーンが濃い方がいいと思いますね。株間にも太い方が美味しい小松菜になると思いますけど。有村さんはほぼ毎日小松菜料理を食べているそうですよ。おすすめの小松菜調理法ってどんな？豆腐との白和えが一番ほうれん草の代わりにみたいな。そうですね、軽く湯がいてそれを冷蔵庫で冷やしてもらって、めんつゆ、だしで食べるって言いますか、めんつゆで食べたら結構たくさん食べれますし、えぐみが少ないので生で食べても美味しいですよ。じゃあこの美味しい小松菜を使って楽うまご飯作っていきます。やっぱりこの食材の、ね、はい、美しさはやっぱ美味しさにつながってるなってすごく実感しました。またこう作ってる方のところに行くと、うん、先生のレシピ、まあ、こういうものがいいかもなっていうふうにアイデアが湧いてくると思うんですが、です、ね、もうアンテナがですね、はい、立ちまくりでした。なるほど。ただでさえこのままでも美味しい小松菜をさらに美味しくするレシピ、コア先生考えてくださいました、はい、今日のメニューこちらです。シャキシャキとジューシーな小松菜肉巻き、秋のキノコたちと丸ということなんですね。はい、野菜炒めなどに使うことが多い小松菜ですが、茎の部分に水分を多く含み、生でも美味しい小松菜を肉巻きにすると小松菜のシャキシャキ感やジューシー感に、ね、びっくりする一品に変身します。フライパン一つで秋のキノコたちとの共演、一皿で栄養満点ですよ。季節がぎゅっと詰まった感じですね。はい、その通りですね。では材料をご紹介します。こちらです。まずはメインは小松菜一束 200g ご準備ください。豚ロースの薄切り肉は10枚、塩コショウ少々、サラダ油大さじ 1/2、 しめじエリンギはそれぞれ1パック、焼肉のタレ大さじ3、これで今日は10本分作っていきます。はい、では作っていきます。はい、お願いします。まずですね、小松菜ですけれども、はい、さっと洗っていただきまして、1本ずつをですね 4,5 センチ長さにカットして、このように10等分にね分けておいてください。もうすっごくねピーンと張ってるの、ね、分かりますか？さらにこの色の濃さからね、美味しいんだろうなって分かりますよね。で緑もすっごくね濃くてね美味しそうですよね。そしてですね、次にしめじは小房に分けて、エリンギは食べやすい大きさにねカットしておいてください。で今日は肉巻きですので、はい、お肉に巻いていきたいと思うんですが、はい、このカットした生のままの小松菜をですね、はい、ちょっとこう束にしてまとめていただいて、ぎゅっとですね、ちょっときつめに、うん、出てこないようにですね、しっかりこうくるっと巻いてあげてください。これ小松菜は洗って切っただけなんですね。はい、そうなんです。そしてですね、こちらを10本用意していただきまして、はい、こちらですね、はい、こんな感じですね。で全体に塩コショウを少々振っていただいて、うん、下味をつけておいてください。はい、そうしましたらフライパンに油を熱して焼いていきたいと思います。巻き終わりをですね下にしていただいて、肉巻きを並べてですね蓋をして中火で 5,6 分蒸し焼きにして加熱してください。蒸し焼きですか？はい、中まで、ね、火が通ると思います。そして、このようにですね全面がこんがり、色づいた状態になりましたらですね、一度、お皿に取り出してあげてください。はい、一旦焦げ目がついたところで取り出すんですね。はい、取り出していきます。そしてちょっとですね余分な
ちょっと焦げたところをですね、はい、ペーパーなどでちょっと拭き取っていただきまして、ただ全部ではないわけですね。はい、ちょっとですね、油のこの美味しい油の旨味をですね残して、このキノコたちにね吸っていただきたいんですよ。なるほど、じゃあ旨味と香りとその味をそうなんです、キノコたちに、ね、吸わせたいと思います。はい、はい、で、キノコを、しんなりと炒めていただきましたら、はい、こんな感じに、ね、なりました。いいですね。はい、でここにですね、この肉巻きを戻していきますね。先ほど揚げたのを今度は戻していくんですね。はい、戻していきます。そしてカサッと、ね、絡めていただきましたら、最後の仕上げです。今日はあの焼肉のタレでねソースを作っていきたいと思います。じゃあとですね、甘みですから子供たちもね、はい、進むでしょうね。そうなんです、もうご飯泥棒ですね。確かに、うん、で全体を絡めていただいたらもうね出来上がりです。